はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはジャエンテオテスタロスというモンスターご存知でしょうか。これですね、2個くらい前の、 あの診断で実装されたあの帝王モンスターになっておりまして、あのテスタロスってね、3段進化あるんですよ。普通のその一番最初の、これは多分みんなさん見たことあるでしょうね、炎帝テスタロス、これの、上級モンスターが、爆炎帝テスタロスってやつがいまして、でさらにその進化形態としてこうジャエンテ王テスタロスってやつが実装されました。今日ねこれを活躍させたくて力組んできました。これね結構豪快な効果持ってまして、これどういう効果持ってるかっていうと、このカード相手フィールド上のモンスター1体とアドバンス召喚した自分のモンスター1体をリリースしたアドバンス召喚できると、相手のフィールドのモンスターを素材にできますと。でさらにこのカードがアドバンス召喚した場合に、相手が取ったランダム1枚、除外しまして相手に1000ダメージ、さらにアドバンス召喚したレベル8以上のモンスターをリリースして出してると、さらにフィールドのカードを1枚除外するという効果があります。はい、これがねやっぱり、ね、豪快だからこれを使いたくて、で、まあ、どういうデッキと相性がいいかって話なんですけども、アドバンス召喚したまずモンスターがいないとやっぱりその不要効果とかも強くないし、まあ、出し方もやっぱあんま強くないしっていうことで、アドバンス召喚まずしないといけないんですよね。アドバンス召喚するデッキで、かつこのテスタロスを、まあ、活躍させられるデッキは何かなと、まあ、不安だりとかも多分いけると思うんですけど、まあ、やっぱ単純にやっぱ帝王ですよね。帝王、ええ、まあ、ミカドデッキのギミック今回ばっこり採用しておりまして、で相手のターンにテスタロスを出すためにこの連撃の帝王というね、この相手のターンにも一応打てる、まあ、そのトラップカードでアドバンス召喚するっていうカードなんですけど、これを、まあ、がっつり採用しております。でこれでなんとかしてそのこれを出していくってことですね。でこれを、まあ、サーチする方法とか、サーチというかあの手札に抱える方法としては、この相手で、特殊召喚してエンドフェーズに返すっていう効果を使っていきたいです、基本的には。で、まあ、ミカロっていうデッキはやっぱりその、下敷きがいるんですね。アドバンス召喚するときにやっぱ下敷きのモンスターがいるの で下敷きが何が一番強いかなって思ったんですけど、その召喚権を使わないでめっちゃ横にモンスター並べるギミックっていうのが世の中には存在してまして、まあ、それがクシャゾリだっていうんですよね。だいぶ規制厳しくなってきてますけども、まあ、このデッキってなんか下敷きめちゃくちゃ簡単に用意できるんで、特殊召喚じゃないですか全部これね、この辺とかだからこれ全部ぶち込んでまして、あのこれで下敷きを用意しつつ、まあしかもまあワンチャンそのミカド引けなくても戦えるようにします。でやっぱりミカドデッキって一番強いのはこの新帝王領域っていうカードと、この帝王の妖撃っていうカードなんですよ。これはエクストラデッキに自分のカードが存在しなければ、さらにアドバンス召喚したモンスターが自分の盤面に存在する場合、相手はエクストラデッキが特殊ができないっていうめちゃくちゃな縛りがあの入ると。でさらに帝王の妖撃はアドバンス召喚したモンスターが自分のフィールド上だけにいる場合は、アドバンス召喚したモンスター以外のフィールドのモンスターが全部スキルドレインになるよということで、まあ、この2枚のカードをまあ一応発動して、アドバンス召喚したモンスターを維持 して戦っていくっていう感じにします。で隙を突いてテスタロスで除去も入れていく、まあ、そんな感じですね。はい、まあ、見ていただいたら分かる通り、正直ファンデッキというか後手マジきついからね、っていうところはあるんですけども、先行取ってね、あの分回ったらめちゃくちゃ強い盤面はできるんで、まあ、それをちょっとねお見合いしていこうかなと、はい、いうふうに思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。うわ何このハンド。これはあでも一応アドバンス召喚できるか、いやワンチャンあるな。シャトリラオーガとかいうモンスターがね、実はあのミカドステータスなんですよ実はこれミカドステータスなの。これ意識してデザインされたんかな、ちょっとわかんないんだけど、まあ、プリペア持ってきます。で新帝王領域を発動。ちなみにエクストラデッキは俺0枚だからよろしくな。エクストラデッキ0枚デッキなんで、はい、新帝王領域の効果を発動して一旦一度、手札のアイテールのレベルを2個下げます。そうすると一応1体リリースでアドバンス召喚できるようになりますので、オーガをリリースして現れろ天帝アイテール、天帝アイテールの効果を発動。天帝アイテールの効果によってデッキから、帝王マジックトラップカードを、2種類ほど墓地に送ることにより、デッキからなんかミカドステータス系のモンスターを特殊召喚しますよみたいな効果がありまして、でこれでジャエンテオーテスタロスとかいうのがよくわからないモンスターを、これあの、これいつだっけな、これ1個前だと思う、多分1個前 あの診断で実装された謎モンスターね、これで半身の帝王の効果起動、
これによって、ですね、ミカドスティダスもいねえのか。これ確定サーチなんだよな。これ連撃の帝王やっぱちょっと3枚いるな。これ連撃の帝王ちょっと3枚いるな。連撃の帝王3枚だとこれ連撃の帝王、連撃の帝王、連撃の帝王できるんで、一応相手のターンにテスターズが出るんですけど、まあしょうがねえか。半身半身連撃です。はいはいはい、どうでしょう、いかがでしょうか。半身の帝王、あ、連撃、なるほど。まあ、帝王の溶撃セット、連撃、セット、プリペアセット、でエンドフェイズ、テスタロス戻ります。はい。はい、効果。これで一応連撃起動できますね。これテスタロス一応出します。ちょ、やっぱ連撃の帝王をちょっと3枚にしましょう。これ、多分こういう動き通るんだったらね、連撃の帝王を3枚入れた方が確定なんで、一応。ミカドステスいたらね、あの、なんだっけ、なんちゃらの帝王で、ミスたら魔法トラップ持ってこれるんだけど、財宝狩りの悪魔いいよ。一応これ、新帝王領域が発動されてるんで、相手エクストラデッキからモンスター出せないんですよね。だから、エクストラデッキから出てこない、まあ、ムーブで、まあ、このアイテールを倒さなければならないんですけども、このね、アイテール2800打点ありまして、で、さらに、帝王の妖撃というカードがありまして、これこのカードがある状態だとあのアドバンス召喚したモンスター以外のモンスターの方が1回全部無効になるというガチでやばい、まあ、スキンドレイみたいなね効果ありまして、この帝王の妖撃っていうカードが、まあ、アドバンス召喚してるフィールド上のモンスターって俺の盤面にしかないでしょ。これ今アイテールがアドバンス召喚されてるんで、これ俺の盤面にしかなくて、つまり相手のフィールド上のモンスターは全部効果無効になります。まあ俺のフィールドもなんだけど、アドバンス召喚してなければね。さあプリベンターの効果が、出てくる。あ、プリベンター強いな。プリベンター打点高えぞ。やべえ、2800打点あんのガチでやばいな。これやばい、レスキュース結構うざいな。2800打点モンスターバンバン出てくるのやべえ。さあエマージェンシー、これあれなんだよね、あの新帝王領域ってさ、あの殴るときは打点アップするんだけど、相手から殴られるときは打点アップしないんだよね。それがちょっとね、かなり微妙な。あ、プリベンター。君の運命の人は僕じゃないって言いながら、プリベンターの効果によって、除外ゾーンからモンスター戻ってくる。やばすぎ。いや、やばすぎる。やばすぎる。打点結構簡単に抜いてくるんだ。エクストラデッキ使えなくて簡単に打点抜いてくるやん。お前強くないと思うじゃないですか。これマジで連撃の帝王いきましょう。バトルフェイズ、連撃の帝王の効果、連撃の帝王の効果によってフィールドのモンスターを使いアドバンス召喚をするぜ。もちろんジャエン帝王テスタロスを出すぜ。自分のフィールドのモンスターと相手のフィールドのモンスター2体をリリースすることにより、これどっち除外していいかな。現れろジャエン帝王テスタロス、効果発動。アドバンス召喚に成功した場合、相手の手札はランダムに判ですし、さらにフィールド上のモンスターをさらに除外。つえつえテスタロスパイセン、さすがっす、さすがっす、テスタロスパイセン、パイセンマジ強いっす、パイセンマジ強いっす。ドロー、あ、妖撃、雑魚、雑魚カード、手札雑魚、バトルフェイズでーす。やばい、ちょっとリソース切れた、やばい、ちょっと待って、クショ取りだからなんか引かないと、リソース切れ起きてる。まあ一応効果は発動できますよ。あー、送んないですか、なるほど。であるならば、まあ一応これ何もできないんですけども、まあでも言うて3000はそんな簡単に、まあ、でもタービランスすべきあるか、タービランスすべきで抜いてくるっていうパターンあるのか。これはやばいぞ普通に。タービランスすべき、マジでやばい。エアホイスターとか、あのハイドラントとかは全部効果無効になってるから多分大丈夫なんだけど、エンドフェイズ、よし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 、あと1100でもいいな、あと1100でもいい。ドロー、アンカムフライトいいね、アンカムフライトええやん。アンカムフライトをペンデラムスケールにセッティングするぜ。アンカムフライトの効果、スケールに貼ってあるこのカードを爆破しながらカードを1枚どうするぜ。バコーン、オーケー、あ、オーガ、なるほど。アンカモクライトの効果を起動するぜ。アンカモクライトの効果によって特殊召喚し、あとこれ高表示だったな。ちょっと待って、新帝王領域の効果、
こうしてこれちょっと待って統括者出しに行こうぜ。統括者出しに行くわ。あ、ゾウジーね。あ、オッケーオッケー、ゾウジーオッケーです。ワンチャン掴みに来た、ワンチャン掴みに来よったぞあいつ。でクシャトリラ王が爆弾、うむ、いいだろう。そしてバトルフェーズ入らなくてもいいか、これ普通に出すかも。もうちょっと出すわ、アドバンショーカーだし、ゾウジーとかもう関係ねえから。よろしく最強モンスター爆弾お前これ以降特殊召喚 D でかよろしく何この盤面クソ強ないやばい、なんか最終盤面だけ見たらめっちゃ強い。テスタロスちょっと通るときあんまないんだけど、通るとマジ強えの、面白いな。帝王の深淵の効果起動します。エレボス見せましてサーチしたいです。よろしいでしょうか、許されますか。あ、許されますね、許される。今手段何持ってる、連撃持ってるのか、連撃持っている、連撃持ってんのか。まあちょっととりあえず新帝王領域ですね、これは。はい、新帝王領域を持ってきまして、エレボスでハンデスをしに行くのが一番多分いいかな、これ。でこれ多分ね、チェーン的には多分これなんか G な気がするんだよね、うん、多分。はい、でクシャトリラフェンリルの効果起動。さあ、フェンリルの効果によってライズハートを持ってくる。で新帝王領域、いやこれ新帝王領域だな、新帝王領域発動。さあ、新帝王領域によって自分の手札のミカドステータス系のモンスターのレベルを2個下げる。これによってエレボスを普通にはシンプルアドバンス召喚ができるようになっていく。多分これ G だと思うんだよな。まあここ行っちゃうと G 重いんだよね。だからエレボスですね、エレボスからのこうですね、こうしてこう。さあ、酩酊エレボスを爆弾させていく。で、酩酊エレボスの効果、さあ、ハンデするがいいか、 G 投げろ、 G 投げた方がいいんじゃないか。なるほどな、 G はちゃんと投げないタイプの人間か。で、半身の帝王と震源の帝王を墓地に送って、相手の手札が1枚ハンデスする。で、半身の帝王の効果、ゲームから除外し帝王マジックトラップカードを3枚を相手に見せて、その中から1枚を相手が選んで手札に加える。なんかずっとチェンジしてる。で、帝王の妖撃ですね、これは。はい、好きなやつ選んでください、まあ好きなやつ選んでくださいよ。はい、あざす。で、まあ一応これでバース発動して、まあ何もなきゃあれだったんだけど、多分これ G なんだよな。一応ね、なんかライズハートでね、あ、そうだよね、やっぱそうだよね、はい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 、はい、ライズハートでなんかユニコーンを特殊召喚して、あの除外したやつをバースでみたいな話あったんだけど、多分 G だったもん。で、クシャトリラフェンリルだけ特殊召喚して、まあ G 打たれてるんで止まりましょう。セットセット、ミカドのくせに G ちょっとだけ効くからね、このデッキクシャトリラ入ってるからちょっとだけっていうか、まあまあ効くし、はい、まあ、ちなみに妖撃があるんで、一応スキルドレイン状態にはできます。ちなみにエクストラデッキからモンスターは出すことはできない。時読みの魔術師、時読みの魔術師、これなんだっけ、ちょ何する、わからん、やべ、ちょっと魔術師エアプーだからちょっとわかんないんだよな、何する人ですかこれは。今んとこ何もしなそうだな、今んとこ何もしない。2から8かスケール、ペンデラム召喚でしびれですか。うわ、ペンデラム召喚来た、やばい、ペンデラム召喚、ペンデラム召喚、ラスターペンデラム、エンタメイト、ペンデラムマジシャン、やばー、わからん、ペンデラムマジシャンはやばいな、これペンデラムマジシャン2枚刺してるわ、やばい、ちょっとそれやばい、さすがに帝王の妖撃。さあ、帝王の妖撃によってで、モンスター効果がアドバンス召喚したモンスター以外が無効、まあ、つまりフェンリルも無効。いや、お前黙れ、お前今無効なんだ、黙れ。で、エクストラから出てこれないから、まあ、一応レベル4みたいな並んだことあんま関係なくて、エレクトラも出ない、シンクロレベル8もできない、バグースカも出ないという感じなんですけど、
さあいかがでしょうか。割と積んでる説あります。メイフェス終了もオッケー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 。あーうちいらないね。今世界一ラネカード来たな。これなあれなんだよな、ミカドアイテールがマジでね、なんかその引けないとちょっとねリソースが伸びないってなんだけど、まあ一応クシャトリラで、まあ戦えるんでクシャトリラ戦っていきましょう。でクシャトリラライツハートはコストなんで一応発動できまして、まあ、ユニコーンですかね。でユニコーンもゲームから除外します。でバースで呼び戻しまして、除外しておいたユニコーンが特殊化される。 OK。でまあ、ちなみにアドバンス召喚したモンスター以外のモンスターが全部効果無効になってるんで、クシャトリラも全部無効になってます。何これわらわら、何これ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 、えあトラップカード、いやそれはいいよ、それはいい、全然いい、それはいいです。トラップカード発動できないは OK です。なんかさ分かんないんだけどさ、こうペンネの効果なんかある、なんもないよね。はい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 、OK。わからんけどこれ、これでエンド、はいエンドです。エクストラにモンスターがいないんで、あの除去とかできません、相手のギルド上のカードを。まあ、ただだいぶきついと思います。さすがにこれ妖撃破壊したらクシャトリラユニコーンとフェネリの効果復活するからね。まあそうなりますよね。まあそうなりますよね。そういうことなんですよ。虚無の統括者来たわ。虚無党来たわ。虚無党出すか。なんか虚無の統括者まあまあ来るな。なんか1枚しか入れたいんであんま来ないんですけど、普段だと。なんか分からんけど、なんかまあまあ来るな。はい。はい、あなただけ特殊召喚できません。僕は特殊召喚します。このデッキキモない。使ってる方は結構楽しいんだけどさ、これ使われたらさすがにちょっと大パンして通報して移行改造ツールで報告するまでやる。ああ俺が対戦相手だ。そうすれば、ああこれユニコーンで踏みに行くか。ユニコーン、まあ多分ユニコーンあったらさすがにこれ誘発いってくれると思うんだけど、ユニコーンの効果起動したんだけど、なんかある。ああ、なんもないんだ。なるほど。アンカムフライト、いやこれアンカムフライト先かな。これアンカムフライト先だ。これやべえ、ミスった。やべえ、これ絶対アンカムフライト先だわ。そうか、別にあれだもんな、エクストラデッキから出てくる効果は後で使えばいいもんな。ちょミスった、これアンカムフライト先ですね。これ普通にミスりました、すいません。クシトリライズハート効果、まあまあでもまあ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 いいか、言うてそんなに関係ないっしょ。クシトリラフェンリル特殊召喚しに行けば強い、十分強いでしょう。連撃あんの普通にスリーでも強いね。でクシャトリラバースの効果起動します。クシャトリラフェンリルを特殊召喚で、このデッキさミカドのくせに2ビル踏むって、マジこのデッキさ、なんか2ビル踏むんだけど。謎に2ビル踏むんだけど、やば。ライズハート持ってきて、でちょっと待ってくださいね。普通にアドバンス召喚ですね。まだこれクショトリラってさ、やっぱさこんだけ特殊召喚してさ、盤面に下敷きめっちゃ用意できるのはめちゃくちゃ強いよな。でアイテール特殊召喚、社会の窓アイテールの効果発動、社会の窓アイテールの効果によって墓地に送るのは阪神の帝王と神言の帝王で、デッキから特殊召喚するのは、まあもちろん、ジャエン帝王テスタロス。そして、自分の墓地の阪神の帝王の効果を発動。このカードをゲームから除外することによって、新帝王領域3枚を相手に見せつけて自慢して、その中から1枚を手札に加えることができる。よし、新帝王領域を発動。さあ、エクストラデッキからお前カード出すなよ。よし、これで、テストラスが戻るぜ。よし、これでアイダンテストラスだ。よし、来た。これ強いだろ。クシャトリラフェンリルユニコーンで相手いるいて、
相手ターンテスタラスできるんだぞこれ。強ないこれ。やばい、最強デッキできたわ。最強デッキですこれ。はい、理論上ちょ、アンカムフライトから言ったらオーガとかまで出てた気がするけど、これパーピアスまで行ってたから多分オーガプリペアまで行ってた気がするけどね。さあどうしますか。打ち出の小槌だと、あーまあいいだろう。打ち出の小槌、打ち出の小槌入ってるデッキろくなデッキじゃないんだよな大体。さあ3枚入れ替えね。いいですよ。あーやばい、それはなっすめない。ちょっとそれは聞いてないな。え、やっば、俺死んだこれ。俺死んだじゃん。いっそやん、マジ。カード2枚で殺されたんだけど俺。ちょっと待って、カード2枚で殺された。はこんなことが許されていいのか。